エビプリ、皆さんこんにちは、エビの心です。はい、今日はですね、カウンセリングへようこそみたいな感じになってるんですけど、違くて、今日も皆さんにインスタグラムで募集をした男の子に冷める瞬間、これを見ている男性の皆さんはこんなことをしてしまったら女の子を好きな人に冷められてしまうので、今すぐに気をつけて自分の行動を見直すようにしてくださいっていう動画なんですけど、男の子に冷める瞬間をね、皆さんに募集したので、いっぱいありがとうございます。もうちょっと今チラッと覗いただけでもめちゃくちゃ面白いのがたくさんあって、ちょっと悪口にならないようにしないとね、気をつけないといけないんですけども、悪口なんてそんなことは言いませんので、こちらを見ている男性諸君の皆さんは気をつけて見てくださいということで、レッツゴー。じゃあ今回も10個ぐらい上げていこうと思いますので、自分が当てはまってないか男性諸君のみんな見てね、気をつけてね。1個目、生きってる時生きってる人ね、中学生とかって生きりたい年齢じゃないですか。まあ、高校大学に行ってもたまにいるけど、まあ、心はまああんまり生きってる方は好きじゃないですか。大体こういう高校やる方してる人はあんまり好まないんですけど、見た目が怖い人に限ってすごい友達を大切にしてたりするっていうのは最近よく聞くんですけど、生きってる時に冷めちゃうんだもんね。まあそれはもう確実にアウトですね。なので、まあ男性の皆さん、生きってる人が好きな女の子を好きになれば何も問題はあまり、じゃあ皆さん生きらないように気をつけましょう。生きったらダメです。爪を歯で噛むでもね、これってなんか癖らしいよね、本当にこうやってやっちゃうのって。でも、まあ、確かにあんまり綺麗なイメージではない気がする。男性も結構女の子の細かいところまで見てるけど、女の子も女の子で男の人のその普段の日常でやってる些細な行動とかも見てたりするので、あの爪を噛んじゃう方は気をつけましょう。でもね、これって癖だからね、めちゃくちゃ難しい。自分じゃなくてもいいんだって思った時、いやーこれはね、冷めるよ。これは間違いなく冷める。だってさ、あ、私2番手ねみたいな、サブねみたいな思った瞬間に冷めるじゃん、普通に。そういうことを醸し出してくるような男の人はまずダメなので、皆さん自分から切り捨てて やっちゃいましょう。そんなの、一緒にいる時にスマホばかり触ってる時、あ、それはやだ、あ、マジでやだ。それは確かにわかる。なんかわかるよ、バイトとかお仕事の連絡とかでいじってるんだったらわかるけど、一緒にいる時にゲームとかばっかしたり、友達と LINE とか、もうありえなくない？もう何この時間みたいな、じゃあそっち行けばみたいになっちゃうもんね。それは冷めるわ。いるんだ、でも実際にそういう人。食べる時にくちゃくちゃうるさい、くちゃらーってこと。まあ、これは気をつけた方がいいと思う、マジで。くちゃらーは本当に気をつけないといけないなって思う。いくらかっこいい人でもさ、くちゃくちゃ食べてたらさ、ってなるじゃん。癖なんですけど、直せる癖だと思うので、ちょっと一回見直してみてください。なんか TikTok で最近見る、親友がくちゃらなんですけどどうすればいいですかみたいなやつをたまに見るんですけど、あの、一回気にしだすとさ、気にしちゃうじゃん。特に好きな人の前ではね。食べ方が綺麗じゃない人、いや間違いない。魚とかをさ、すっごい綺麗に食べる人が好きなの。魚をさ、汚く食べる人いるじゃん、なんかまだ身残ってるよみたいな食べ方する人たまにいるじゃん。そういう人はちょっと私もあんまり好まない。冷めちゃうかもしれない、いくら好きな人でも。女絡みが多いと分かった時、いやこれは冷めるよね。だってさ、友達としてでいっぱい女の子がいるなら分かるけど、こっちに思わせぶりをしときたり、脈あり行動をしときながらも女絡みが多いのは確かに冷める。だって別に、あ、じゃあそっちでいいじゃんってなっちゃうし、あ、2番、あ、はい、もう分かりました、私は2番手ですみたいな、あなたの都合のいい女ですってなっちゃうから、彼女とか好きな人ができた段階でさ、女絡み少なくしてくれるような人がいいですよね。ね、皆さん、女とかのみんな分かるよ。お店の人とかへのマナーがなってない、あー分かる。店員さんとかにタメ口使う人、あ、分かる、これもやだ。でなんかさ、お店とか行ってさ、ご飯食べるときに、すいませんって彼氏が呼んでくれて、さらにこれ一つこれ一つお願いしますってしっかり目を見て言う人って素敵じゃない？わかる？なんか、あ、自慢の彼氏ですってできるけど、なんか、あ、これとみたいな、え、これなんすかみたいな、これなんすか、これ醤油ついてるんすかとか、なんかソース何味すかみたいな、スカスカ言ってんじゃねえよみたいな思っちゃうんですよ、私は。そういう時はしっかり、わ、これそうですかって聞いてくれれば、な、じゃあ、スカじゃない、スカじゃないね、うん、スカやだうん、スカっていう人がちょっとあんまり私
好みじゃないのでしっかりと言っていただきたい。そこね、あのお会計した後にごちそうさまでしたって言ってくれる彼氏が欲しいな。うわ、でも一番わかりやすくない？その瞬間がなんか、あ、この人は知り合いにはこうだけど知り合いじゃない人にはこういう態度を取るんだって、ご飯行って一発でわかる。そういうのはなんか見抜くポイントでもあるかもしれないので、皆さんそこでちょっとあの見抜いたりするといいと思う。浮気、あ、浮気は感じ合うでしょ。これはもうあの冷めるとかじゃなくて、もう地獄へ落ちろと思いますからね、心は。本当に頼むからもう私の前に現れないでくれっていう風に思ってしまいます。私、彼女だけしか見えなくなる人、あー、これもわかる。あ、まあ、友達としてってことだよね。これはいいんだよ、彼女大切にするのはいいんだけど、なんかたまにいるじゃん、ツイッターとかにさ、彼女見てますみたいな。これああいうのちょっと嫌なんだよね。いい、そこまでしなくてって思っちゃう。なんか他の女近寄んなみたいな。もうそんなことをしないと君たちはやっていけないのっていう風にね、だんだん年を取ると思い始め、まあ中学生とかはさ、あるあるじゃん、そういうの。だからその時はねいいんですけど、それを大人にまでなってやってる人とかはちょっと嫌ですよね。別れた瞬間人の悪口言う人、あ、別れた相手ってこと、最悪じゃん。その最悪だよ、そりゃん。いや、こっちも言ってやるよってなっちゃうけど、それだと同じレベルになってしまうので、あ、勝手にどうぞご勝手に言ってくださいっていうぐらいの方がかっこいい女になろうぜっていう感じですよ。嫉妬ばっかさせてくるとき、え、嫉妬させる人ってマジどういう神経してんだろうって思うんだよね。なんで嫉妬させるんだろう、え、俺に嫉妬してみたいなこと言う、なんか嫌じゃない？嫉妬させて何が生まれるのって思っちゃう。嫉妬させてくる男はダメですよ、やめましょう。人の悪口言ってる時、みんな悪口言ってる時はやっぱ嫌だよね。そういう人に限ってさ、一人じゃ何にもできない人が多い気がしちゃって、心の経験上、一匹狼じゃないけど、別に一人で、大体ね、一人でトイレ行けない子は悪口言ってる、裏で。これは私の経験ですけど、じゃあトイレ行こうぜって言って3人ぐらい連れてくるような男の子たちは、あの女の子の悪口をよく言ってる気がします。中にはね、そうじゃない人もいますけど、静かにトイレに行く3人組と、誰かトイレ行こうぜみたいな、行く行くみたいなって、廊下をど真ん中を突っ走っていくようなタイプは、意外と女の子のね、あいつメージやべくねみたいなことをよくトイレでね言ってるイメージがあるので、気をつけましょう。やばい、こんなこと言ってたら男の子たちに怒られちゃいそう。別にあの全員がこうじゃないですからね、稀にいる人ですよ、言っておきますけど。デートの出来事とか違う女の子に言う、え、これ嫌じゃない？あかりとか、あかりがみたいな、この間こいつデートの時おならしたのやばくねみたいなことを言うってことでしょ。最悪じゃん、もうやだよ。2人の秘密だけにできないのって思っちゃうよね。めっちゃわかる。なんかいるよね、でもデートとかを自慢したがる人、何なんだろう、汚い。やめて、唐突の汚い、やめて。みんな汚い人やん。あ、横断歩道を渡ろうとして車が止まってくれたのにお辞儀しない人、え、めっちゃわかる、これめっちゃわかる。とかさ、なんか、え、ここはマジ俺たちの道だからみたいな。後ろにバーって交差点とかで待ってんのに携帯じりながらこうやって歩いたり広がって歩いてる人見ると、なんか結構あるって思っちゃうよね。そういう時にササササッと走って、あ、すいませんみたいな感じで、うわーってこうやって走ってくれるような人だと、あー、すごい気が使えて素敵な人って思うけど、ここは俺らの道みたいな感じのニュアンスで、なんかそういうあのあマインド持ってる人はちょっと嫌ですよね。1円で割り勘してくる人ね。1円単位でってことでしょ。なんかさ、別にさ、わかるよ、男女平等な世界なので、男があの溺れとかなんかそういうことは言わないけど、例えばさ、1651円の割り勘とかだった時にさ、はい、1651円って言ってくれる人なんじゃない。おごってあげたいなって思った時とかは、なんかいいじゃん、別に言わなくて。そう、女友達でさえ、心はなんか端数があったら少ない方を言うのね。ここは1651円とかだったら1600円でいいよとかで渡すんだけど、男の人がたまに1651円ね、あの1人1650円だから、よろしくよろしくみたいな人いるじゃん。1601円ぐらいいいじゃんみたいな思っちゃうけど、なそれは考え方の違いなんですかね。この人って1円で気にする人なんだって思っちゃう。サンキューの綴りを知らなかった時、さすがにヤバいと思った。
サンキューをどうやって書いたんだ。 S とかで書いたのかな。 SENKYOU サンキューみたいな感じで書いたのかもしれないけど、確かにそれはちょっと多い多いってなる。やっぱ優柔不断な人ってちょっと嫌だよね。わかるよ。男の子にさ、デート先とか決めてほしいけどさ、どっちでもいいよとかさ、ご飯食べるどっちでもいいとかさ、ご飯何がいい、何でもいいよ、何とかに合わせるとか言われるとさ、もういいよってなっちゃうね。わかる。たまにはいいよ、たまには何とかが決めてって言われるのもいいけど、そろそろ決めろよ、やっちゃうよみたいななるよね。そういう人はさ、ちょっともういいやって。世の中にはもっといい人がたくさんいるので、自分磨き頑張っていい人見つけよう。みんな冷めちゃうことはしょうがない。無理に冷めるなとは私も言わないので、これは多分あの今は男の子の冷める瞬間だけど、この中に女の子の冷める瞬間で同じものがあったかもしれないので、男性も女性も皆さんちょっとね、くちゃらとかね、礼儀がないとかそういうの気をつけて、私も気をつけて生きるので、皆さん冷められないように気をつけていきましょう。はい、ということで今日は冷めちゃう瞬間を皆さんにインスタグラムの方で募集してお話ししてみました。私は冷められる相手もいないので、まだ気楽に生きていけますが、皆さんもし相手がいらっしゃる場合は冷められないように、ありのままの自分を好きでいてくれるような人と付き合いましょう。ちなみにココラはおならをしても鼻くそほじっても何でも大丈夫です。イエーイって感じなので、誰でもいいです、誰でもいいです、は嘘ですはい、ということで今日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。